福岡ソフトバンクホークス対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームを、2番バッター山田、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。走ってきた、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやー、これは残念でしたね。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトからランナーが出ました。ソフトバンクホークス、ツーアウトランナー一塁。豪快に投げてきます。これが2球目、ナイスボール、ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。ワンボールツーストライクです。見逃しで三振を奪います。スリーアウトチェンジ。初球はボールになりました。打ちました、センターに抜けました。ツーアウトランナー一塁。今日は見事な完封で白星を